皆さんこんにちは、岡田克也です。今日は朝から3時間半予算委員会がありました。この時期に予算委員会というのは政治と金の問題などの集中審議ということで行われたものです。いろんなことがテーマになりましたが、主たる狙いは市川防衛大臣、そして山岡国家公安委員長の問題、問責決議や参議院において出されるということが言われておりますけれども、その前哨戦としての衆議院における議論だったわけです。いろんな見方があると思いますが、私の見るところ新しい材料は出てこなかったというふうに思います。市川大臣も山岡大臣もきちんとお答えになりましたし、やめなければいけない大臣として不適格であるということは説得力を持って言うことができなかったというふうに受け止めました。私はそれぞれ、きちんとさまざまなことについて責任を大臣が果たしていくということは大事なことだと思います。市川大臣も市川大臣ご自身の発言あるいは部下の問題いろいろあることは事実です。しかしそれが大臣として辞めなければいけない、そういう問題なのかどうかということは冷静に判断されるべきだと思います。市川大臣は非常に正直な人ですから、そのことを正直に口に出してわからない知らないということを言われたと思いますけれども、そのことをもって直ちに大臣が辞めなきゃいけないというのは、私はちょっと違和感を持って話を聞いておりました。防衛大臣というのは非常に重要な職責です。しっかりと集中してそのことに取り組んでもらいたいと、そういうふうに思っております。我が方からは自民党の本部にある国有地、これがずっと自民党の駐車場としていわば使われてきたということについての質疑が行われました。我が方はこれはかなり抑えたトーンで事実に基づいて質疑をさせていただきました。やはり政府のさまざまな無駄遣い、そういったことにお互い指摘をする前に我が身を正す、国有地を衆議院が借りて、その衆議院が料金も取らずに自民党に使わせてきたという問題です。早くその状態をストップをして、そしてタダで使ってきたことということに対してどうけじめをつけていくのか、私は自民党がきちんと国民に対して説明していくことが最も重要なことであるというふうに思います。いずれにしてもこれで予算の集中、政治と金に関する集中は終わりました。火曜日には参議院で同じように行われることになっています。総理はじめ関係閣僚も大変ご苦労さんだというふうに思いますが、国会優先ですからしっかり頑張って答弁していただきたいと思います。今日は以上です。